はいどうも、うめーです。今回はギルドに関する紹介です。まだギルドについてあまりよくわからない知らない人向けの動画内容になってます。まずいきなりですが、ギルドに所属するといいことがあります。ギルド専用のイベントに参加でき、経験値やアイテムなどを獲得できる。ギルド貢献を使って様々なアイテムと交換できる。ギルドメンバー同士で情報交換ができるといったようなメリットがあります。ギルド関連のイベントの一つに、ギルド集会や週末集会というイベントがあります。イベント時間は20時から20時20分。内容はミニゲームで料理を作りみんなで食べるというシンプルなイベントです。ミニゲームはテキパキと行動する素早い動きが試されるので非常に楽しいです。ミニゲームが終わって料理が提供される会食時間となると、みんなが作った料理を食べることができます。食べることで経験値をもらうことができるという流れです。その際、料理の数で倍の経験値がもらえるチャンスもあります。ギルド集会が開催されている間は追加経験値ももらえるので、最後まで参加するとたくさんの経験値がもらえます。ちなみにゲーム内のアイテムか猫の実を NPC に渡すと、シャンパン祝福というものができ、経験値が 20% 増加します。余裕のある人はシャンパンを開けるのもいいかもしれません。ギルド集会と週末集会の違いですが、ギルド集会はギルド内で料理を作ってみんなで食べるというもので、週末集会はみんなで料理を作って他のギルドと料理のポイントで競い合うという違いがあります。まあとにかく料理をいっぱい作って食べるというのがこのイベントの内容です。この他にもギルドマッチング大会、ギルドハンティングというものがあり、非常に充実しています。ギルドに入っていて目にする機会があるのがギルド貢献です。ギルド貢献はイベントの報酬でもらう、またはギルドアイテムを納品した際に獲得することができます。ギルド内にあるギルドの販売機でアイテムと交換が可能で、お得なアイテムがずらりと並んでいます。特に序盤では重宝するカッパーが交換できるので、ギルド貢献を貯めていき交換してみてはいかがでしょうか。こういったイベントや獲得できるアイテムも多いので、ギルドに参加することは非常に大きな意味があると思います。他の人と交流する機会、情報交換といった場にもつながると思うので、ギルドに参加したいなと思っている方は、私が作るウサギとカメにぜひご参加いただければと思います。いい宣伝ができましたねギルドにはたくさんの機能が備わっており、各施設のレベルを上げていくとたくさんの恩恵を受けることができます。先行している韓国のラグナロクオリジンでは、日本版の先行体験会では見ることのできなかったものが他にもたくさんあります。日本に来るのが待ち遠しいですね。今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。では次の動画で。